英文法をガチガチに勉強する必要はありますか協定なり2次も英文法のみのテストはなく、どの程度身につける必要があるのか分かりません。協定9割程度を目指しています。英文法をガチガチに勉強する必要はありません。はい。ないです。えー、協定。まあ、その英文法っていうのは、基本的にあのツールでしかないんですよね。だから最低限の文法さえ押さえちゃえば、あとは文章を読んでいって、で、その文章で読めなくなったところは、じゃあ、あこの、ね、読めない文章を 読めるために何が必要なのか。あ、ここの文法だったのか。っていうふうに逆算的にね、学んでいくといいと思います。っていうのも、英文法、マジで使わないものってかなりあるんですよね。だし、かなりある割に、なんか、文章として出てきたら、なんかノリで読めちゃうものもあるんですよ。例えば、だ、ざんを、thal ですね。比較を表す than が関係代名詞的に使われるよ、みたいな。まあ、言われてみればそうだな、みたいな感じなんですけど、それをじゃあ、 結構、まあ、マイナーな知識だけど、割と文法書には載ってます。それを、あ、こんなのもあるんだ、覚えとかなきゃ、みたいな感じで、もうなんかガチガチに覚えるとかする必要なくて、っていうのも、まあ、基本的にはそんなね、出てこない試験に出てきても、まあ、本当に珍しい。しかも、文章で実際に出てきたら、なんかノリで読めちゃうかなっていうね。まあ、そういう意味で、あの、文法は、あの、最低限押さえれば大丈夫です。全く読めないレベルだったら、文法は最低限やりましょうっていうぐらいですね。